ーの、よすーりょうかです。はい、皆さん見てください。ちょんちょくちょんちょんちょーん。本日はウィゴーでの購入品を紹介していきたいと思います。本日あまり量は多くないんですけど、めっちゃくちゃ可愛いので、てか早速紹介していきます。レッツー購入品。まず1点目、これはちょっとごめんなんだけど、じゃん。こちらはですね、ウィゴーとかじゃなくても置いてるんですけど、ニューエラの帽子を買いました。可愛すぎてベロア生地が可愛いなと思ったのと、この深緑、深めのグリーンのベロア生地の帽子が使いやすそうだなと思って買いました。ちょっと一目惚れして買っちゃいました。これがちょっとね、中でもね一番高くて、そうそう4000超えちゃってんだけど、ちょっとこの服には合わないんですけど、こんな感じ。かわいいでしょ。じゃあ次ですね、次早速お洋服なんですけど、じゃーん、こちらです。またもや緑。こちらはね、緑というかちょっと明るめの、でもなんか画面越しで見るよりは緑緑だね。ちょっと水色っぽくなっちゃってるかも。シャツです。丈が短くて袖が長いっていう、前涼花なんかの動画で言ったと思うんだけど、丈短くて袖が長い服がすごい好きだから、これめっちゃ可愛いと思って買いました。この裾がねボソボソになってて、めっちゃ可愛いでしょ。ほら、やっぱこれから春だからちょっと春っぽさ、明るめの色。じゃあ次2着目がこちらです。はい、こちらね、ラグランを買いました。りょうかね、めっちゃ前にラグランを着てたんですよね。してそっからずっとラグラン好きなんですけど、なかなか巡り合えてなくて、本当に好きなのね、ラグランが。このシンプルで袖だけ色違うっていうのがめっちゃ好きなの。このデザインっていうか、この分かる、もう好きなのね。だから見た瞬間と思って、何年越しのラグランと出会ったのかな。丈短めで袖が長いっていう感じで、裾はこれね、普通のこういうロゴとかは一切書いてないです。シンプルイズザベストだね。ね、これマジ買ってほしい、お店に行って。いや、こっちもあんだけど、そうそう、でなんか春、なんかラグランは春だなと思って、これにキャップとかかぶってジーンズとか履いちゃって、カジュアル女子みたいな。待って、しかもさ見て、なんかさ袖がなんか結構ラグランって細くてこうシュッて感じなんだけど、これね見て、袖めっちゃでかい、ゆとりがある、ゆとり、ほら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 、でここがシュッてなってて、トレーナーみたいな袖。4点目がこちらです。じゃーん、ホワイト、バッグです。で多分これ黒もありました。でも春ってことでやっぱオフホワイトにしました。でなんでこれを買ったかっていう理由があるのね。りょうかはちょこっとどっか行く時とか、財布携帯リップだけ持ち歩きたい時とかって、ショルダーだと結構ごつくて邪魔だったりするの。でもこれは素材がねこう柔らかいし、ミニサイズだし、こう見て、この細いのがシュッてかけれて、なんかもう肩も痛くならないし楽なの。だからちょっとどっか行くときにこれをこうやってパシュパシュ、ラフ感、こういうラフなショルダーが欲しかったの。ここがボタンなのがね、めっちゃ楽で、チャックとかだとほんと時間かかんないけど、使いやすくてシュッて入れれて、シュッて出せて、めっちゃ楽ちん、めっちゃ愛用すると思います。結構これお気に入り。ラストがこちら、自分も使いたいしみんなもね買ってみてほしいなと思ってちょっと選んだんですけど、今流行りのサンセットライトです。サンセットライトって何かっていうと、夕日ライトってやつで、今 TikTok とかで結構話題になってるんですけど、多分 TikToker さんとか使ってる方見たことあるんじゃないかなと思うんだけどね。こちらそれがウィゴーに売ってた、服だけじゃなくて小物とかインテリアとか置いてたの。インテリアやばくないと思って見てたらあったから買うよね。
ブルーとオレンジがあったんだけど、このオレンジが良かったんだけど、あのなんか間違えてこの青買っちゃいました。ちょっとみんなこれ気になると思うからさ、やっぱどんな感じなのかレビューしたいなって思っちゃって、ここからフシャーと光が出るってやつなんですけど、あとでファッションショーがあるから、ファッションショーの時にこうと照らしちゃおっかなって思います。これ TikTok とかでも多分使うと思うから、ぜひチェックしてください。てな感じで、ちょっとあの今回は合計で13,600円でした。帽子とか服とかカバンとか買って、この値段って全然いい値段だと思うし、してこのクオリティだからめっちゃくちゃいい。今回買ったこちらの服たちでコーデを組んで、いつも通りファッションショーしていきたいと思います。それでは皆さん、ファッションショーへレッツショータイム。ピシャ、はい、1コーデ目がこんな感じになりました。さっき紹介したシャツなんですけど、一番上のボタンだけ留めて、中にチューブトップ着て、下がね、こういうブラックのジーンズを履きました。なんかちょっと春っぽくないですか、メガネなんかかけちゃったりなんちゃったりして、結構カジュアルめなコーデになってるかなと思います。一応紹介しとくと、ズボンがページボーイで、中のチューブトップは H&M で買ったものです。このメガネはスピンズで購入しました。めっちゃカジュアルだし、これめっちゃおしゃれじゃない？どう？え、可愛くない？これ美貌だよ。このね、袖が長くて可愛いし、このなんか着てみた感じの丈感もうフリーサイズだけどね、すごいちょうどいいかなって思うし、おしゃれに着れるかもしれない。これ前全部こうやって締めてもいいと思うし、なんか前回で軽く羽織っても可愛いんじゃないかなと思います。イエイ。じゃあ2コーデ目に行きたいと思います。せーの、パン。2コーデ目がこんな感じです。さっきの帽子とこのラグラン着てみました。でパンツがエモダで買ったんですけど、あのこんな感じのズボンは売ってました、あのミゴーに。なので全然これ全身ミゴーで揃えれるコーデになってます。今日めっちゃ迷ったんだけど、このズボンをね、グレーのスウェットにしようかなと思ったの。でもそれやっちゃったらちょっとラフすぎて、お出かけとかにはちょっとなって方がいるかなと思ったので、ちょっと今回デニムでね、カジュアルコーデしてみました。バッグ、これか何にでも合うなと思いました。この服に合わなかったら違う服でコーデ組もうかなってこれ思ったんだけど、意外と何でも合うなって思っちゃって、カジュアルでめっちゃ可愛い。でこのね、袖見てください。さっき言ってたのめっちゃブカブカで、ラグランにしてはこういうデザイン珍しいんじゃない？めっちゃブカブカで、なんか一つのトレーナーっぽい感じ、袖だけ見ると。どうですか？可愛くない？なんか可愛いしか言ってるんだけど、マジ可愛くて、丈これは短いから、リョーカはハイウエスト。はい、てな感じで2コーデ目もカジュアルコーデです。あ、ねえ最悪、いやマジ最悪なこと、いやほんと最悪、いやもうこうやってさ、こうやって登場するときにさ、この夕日ライト、これ使おうと思ったのに、めっちゃ今思いついた。もうさっきの自分の考えだと、こうやって出てくる時にここにファッて照らして、なんかその中でこうやってファッションショーみたいにやろうと思ったのに。ちょっと待ってて。じゃあつけてくんですけど、この充電器の根元プラグにこれをこうやって挿す、でこれをコンセントに挿すんですけど、じゃあ一旦部屋の電気消すよ。うわ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 ー、え、やばいやばいやばい、見て、すごくない？え、待って待って待って、これやばいわ。ちょ、りょ、これさ、めっちゃこれ家っぽくない？わ、すっ、私が夕日ライトに照らされちゃってるよ。ちょっとかっこいい雰囲気とか出しちゃって。
はい、今ユーヒライト使ってみたんですけど、こんな感じでした。すごいね、感激感激なんだけど。はい、てな感じでですね、本日の動画はこんな感じだったんですけど、リゴーデの購入品でした。今回はカジュアルコーデって感じにしたんですけど、いろんな系統のお洋服が売ってたので、またちょっと見に行きたいと思います。皆さんも気になった方はぜひね、リゴーに行って買ってみてください。てな感じで本日の動画はここまでです。最後まで見てくださってどうもありがとうございました。りょうかちゃん、ウィゴーめっちゃ可愛いじゃん。夕日ライトやばくなって思った方は高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもたくさん待ってるので、ぜひたくさん書いてくれると嬉しいです。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。さあ、幻想世界